空は天気ピー。どすこい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 。よいしょ。どすこい。どすこい。何どうしたの？今テレビでお相撲さんやってないからさ。やってないけどさ、せめてお相撲さんのドスコイの歌で踊って遊ぼうかなと思って。いやこれ工作のコーナーだから、うん、そうか、そうだよね、そうね。よし、それじゃみんないつもの位置に戻るね。リーコのズッキュン工作コーナー、さあ工作の時間です。先ほどは失礼いたしました。さあ今日はね、この間使ったこの牛乳パックの残りを使って工作していくよ。材料はこの牛乳パックの残りと、あとねちょっとだけ色画用紙、何色でもいいんだけど色画用紙がちょっとあるといいな。それからハサミ、そしてペン、そしてセロハンテープ、ホチキス、そしてそしてこのね箱、これはティッシュの箱なんだけど、ね、段ボールの箱とかお菓子の箱とかなんかちょっと大きい箱があると遊べるよ。さあそれでは工作レッツゴー。はい、まずはこの牛乳パックのペタンと潰して、この折れるところがあるんだよね。折れるところの下をちょっと短くしたいので、折れるところの長さよりもちょっと長いぐらいで切っていきます。これはね線引いた方がいいかもしれないね。ちょっと待って、ここを大体でいいんだ。絶対これぐらいじゃないとダメってことはないんだけど、長すぎない方がいいかな。こんな感じ見える？これが折れるところね。でちょっと長いくらい、よしここを切っていきます。はい、チョキン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 、硬いぞ、頑張れ、チョキン、よしいった、ふう、あ、これでまたカエルさんできるかも。切れた？これの形はい、切れたら今度はね、これを冷蔵庫の中に入ってる牛乳パックの形って言えばいいのかな、わかるかな、この頭のところを、そう、一回一箇所止めて元の形に戻していきます。冷蔵庫の中で待っている牛乳さんの形だよ。ここをねセロハンテープで止めるかホチキスで止めていこう。セロハンテープで留めるときはしっかり貼ってくださいね。ホチキスで留めるときもガッチャンってしっかり音が鳴るまで留めてね。こんな形、はい。じゃあ今度はこの4つの角があるよね、角の線を4本切り込みを入れていきます。見てて、まずは1箇所目、このね曲がるところまで、一番上まで切っちゃっていいよ。2本目、3本目、4本目、はい、こんな形になります。パカー、開いたね。そしたらこの口が開くところの下の1枚とこれの反対側の後ろの1枚
ここを切っちゃいます。ここの線で切っちゃいます。待ってて、きっと見たらわかるよ。こんな形になります。ここについてた1枚と後ろの1枚を切りました。そう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 、なんだろうね、お家みたいな形だね。切ってみて、切れたかな。さあそれじゃあこの残っているところに線を描いて足を作っていくよ。ここをね、足にしたいのでちょっとね、ペンで描くからね。足の数は4本、5本、6本それぐらいにしようかな。これもね、大体でいいよ。右と左の数が違ってもいいからね。こんな感じに線を引いてください。1本、2本、3本、4本、これで5本の足になります。この曲がるところまで線を引くのがポイントね。じゃあ切っていこう。ジョキ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 、こんな感じ。バラ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 。じゃあ反対側も切るよ。バラバラバラ、こっちもバラ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 。はい、これでほぼ完成。なにこれこれにね、最初に言ったこの空き箱、空き箱を置いて箱を用意したら、この足の向きをどっちか一方に同じ方向に向かせてあげてください。こうでもいいね。で、これを箱の上に乗せる。乗せて箱を叩くと、進んだ。あれ？なんだかこんな横歩きをするものってなんか生き物いなかった？横歩きのカニさんみたい。ということで、このよちよち歩きのカニさんに、じゃんじゃん、この口のところにカニさんのハサミを貼ってあげましょう。あとね、目を貼ると可愛いんだ。じゃあハサミは色画用紙、そして目はこのさっきの切り取ったこの牛乳パックの1枚のところに書いてみようか。まずは色画用紙を半分に折って、半分に折って絵を描いて切ると同じのが2つできるってこの間やったよね。よし、それじゃあこの折ったところにカニさんのハサミを描いてあげます。こんな感じ。じゃあこれを切っていく。これを直近と切っていってあげると、カニさんのハサミの出来上がり。シュワ、2個完成。これをこの広がるところの風にくっつけてあげます。じゃあここはセロハンテープで貼るね。セロハンテープをくるんと丸めてぺったんテープみたいにして、カニさんの後ろにつけて、カニさんのハサミの後ろにつけてぺたん。もう一個も
カニさんのハサミペタン。おお、じゃあ真ん中に目をつけよう。じゃあね、この白いところを使って丸を描きます。うん、そしてこれも重ねて、2枚重ねて切ってみよう。よいしょ、ちょっと硬かったら1枚ずつ切ってもいいですからね。よいしょ、じゃん。じゃあここ真っ白のお目目じゃかわいそうだから、中に黒いお目目も描いてあげてね。お目目ができて、お目目になりました。それではここに貼ってあげます。カニさん、お目目がつくととってもキュートになりそうです。じゃじゃん、こっちも、じゃじゃじゃん、カニができました。カニさんをもう一度歩かせてみたいと思います。乗せて、そう、足の向き気をつけてね。同じ向き、こっちでもいいよ。こっちにするとこっちに進むの、こっちにするとこっちに進むの。じゃあ今度はこっち反対にしてみよう。足をこっちに曲げて、せーの、タタ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 タ、はいやー、カニさん、カニさんの横歩き、できた、できた、よいしょ、できたよ。黄色いカニさんだよ。ひひひひひ、ここに置くよ。よし、じゃあリコちゃんもここに置いて、こっち一緒に叩こう。せーの、タタタタタタタ、あー、僕の先に落ちちゃった。負けた。これなんかお相撲さんみたい。お相撲さん。はけおーい。残った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 、出た出た出た、足ちょっと出た出た出た。ただいまの決まり手は寄り切りで、はさみ盛りの勝ち。お家でたくさん遊んでね。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね。いいねも知ってね。